俺、去年の秋からずっと考えてたことがあるんだ。俺の夢ってなんだろうって。冬の間ずっと考え続けていて、やっと気がついたんだ。車をうまく走らせることが俺のたった一つの特技だ。どうせなら自分の好きなことをやりながら生きていきたいだろう。だから決めたんだ。プロのドライバーになる。それも自分の得意分野でなら誰にも負けないような頂点に立つドライバーになりたいんだ。横に座って見ててくれ。俺本気で走るときは横に誰も乗せないから。見せるのはお前が初めてだ。どうしても怖くて我慢できないと思ったら言えよ。うん。君のこんな顔。
怖かったろ。そんなことないよ。そっか、不思議だよなお前って。池谷先輩と樹は怖がったけど本気出してない。俺は新しいチームに入っていろんなことを勉強したいんだ。そうすることが自分の夢に少しでも近づく方法だと。お前東京に行きたかったんだ。だったら絶対に行かなきゃダメだって。一時的な感情に流されて自分のやりたいと思ってたことになかった。弟になって絶対後悔する時が来るんじゃない。うん、分かったよ匠くん。